さあガーリック軍団ですね、行きましょう行きましょうなんですけど、セーブしてね、別の日にやっているので状態をまず確認するというね。なるほど、ドラゴンボールまあ6個集まってて、このステージクリアするとドラゴンボールが7個全部集まって、あれか、悟空を生き返らせるというストーリーになるのかな。うん、オッケー、まあまあだな。スカウターはガーリックに使うとですね。はい、ミスターポポ、エンマ様、父が揃ってるので、まあまあまあなかなかいい感じではあるね。で、あれが右ジンジャーですかね、おそらくって言ってたところで終わったと、前回は。実どうなんすかね、これ余裕でしょ、だって。いやー、ちょっと待て、慌てるな慌てるな。この上、あの一番ちょっと、これどう、3人連続つうか3体一緒に戦うあれだったですか、これどうでしたか。ちょっと今レベル上げできるかどうかも兼ねてやってるんですけれども、どうだったでしょうかね。そうか、チャオズの方が強くなってるって言ったのか。まあ、超能力は使うまでもないと。3人のボス、このピッコロご飯ステージのボスとヤムチャ、シナモンじゃねえや、ヤムチャ、クリリンチームのボスと変身班、チャオズのボス、まあジンジャーと、なんだっけ、ジンジャーと三所がやばかったんだよね、ピッコロ HP が。三所とあと一人ね、いたよね。あいつらが三人一緒にっていうとちょっとというきついかなという。まあでも大丈夫か。まあまあ、そう、こんな感じでさ出てこられたら、いやー、ちょっと嫌じゃないですかねえ。なんかそこがあるのでどうかなって思ってるんですけど、結局これ強いやつから使っていくスタイルですね。ご飯どうなんだろうね。ご飯使わなくねっていう。ああでもカードさっき見て月があって、尻尾がどこかにあるはずなんですよね。それ使ってまあベジータ戦かなとかでね、大猿に変身できたらなかなかいいかなと。あのそのシナモンとか2人とこいつが1体と出てきてくれるのはありがたいですね。このシナモン2体で20ぐらいでしたよね。でもう2体いるので30は硬いと。あの経験値、まあ経験値じゃねえか、戦闘力30か。あんま BP も使いたくないんで目から開口線でしたけど、そうですね、まあ落ちると。これ別に目とかじゃなくても BP 結構使っちゃっても大丈夫ですね。すぐ回復できるんで。そうですよね、ブルマー。ただカードは
もう結構いっぱいいっぱいなりそうじゃない。あと何枚持てるかちょっとブルマ取っておいて確かめてみましょうか。あれ、左下あそこは神経衰弱でしたか。ちょっと見ましょうよ。カードも結構いいのは揃ってましたけど、揃ってたけど、まあもう、まあ、完璧にはしておきたいかなと。天津飯もついに戦闘で膨大に乗りましたね。戦いきましたよ。問題はガーリックがどのくらいなのか。ナッパがおそらく戦闘力5000なんですよね。もうこれ学校の教科書に載ってたぐらいのレベルなんで、ナッパイコール5000でしたっけ。あ、悟空が5000か、最初の初期ね。あ、これはこっちか。おっと、マジか。ここで、ここか。ちょっとここはマジで、あれ、そうか、そういうことですか。うわ、ここじゃ、ここじゃ。あれ、なんか普通にマップで手に入った記憶があったんだけど、もういらねえよ、いらねえわ、いらねえわ。ちょっとマジで。カードさ、あと2枚手に入る？これ。いや、もう確実に手に入るんだったら尻尾ね。カードがもう手に入んないってこと。おー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 おお、6人で来て恐れをなしたって。あー、大丈夫か。いやー、ちょっとマジでマジで、わーわーってなるね。これは、このこれは、これは倒せんわな、さすがに。さすがにこれは倒せないでしょ。天津飯でとりあえず HP 低そうなやつ。これでちょっと、これは倒せると。6人で出てくる。しかもさっき恐れをなして逃げてったっていうね。6人の不良グループに、6人のまた別の不良グループ絡んでいって恐れをなして逃げていくという。あの、これ敵の姿、顔とか、顔がさ、まあシナモンとかハーブとかさ、まあ雑魚みたいな顔してますけど、こっちも Z 戦士たちも大概ですからね。俺らがさ、たまたま、まあ主人公側だし、知ってるし、まあ顔知ってるから、まあ Z 戦士だっていう風に見える、認められてるだけだからねっていう。何にも知らないやつ、何にも知らないでこの6人に会ったら、まあ大概ですよね。まずそもそも一番強そうなやつ、一番強そうなやつがいきなり緑の顔してるからね。なんだったら心配して、あの、ちょっと病院へって言われるぐらいの
クラスですからね、これ。そんぐらいのレベルですよ。ご飯なんか見たら、なんか一人小学生低学年じゃないですかみたいなのもいるし、いや親御さん心配してるでしょみたいなね。でその小学生が緑のやつに懐いてるというね。え、大丈夫かと、あれが親なのかというふうになっちゃう。なんか少林寺のやつもいるしみたいな。少林寺のやつはなんかすばしっこいしとかね。で自分をちょっとイケメンかと勘違いしている長髪のやつもいるしみたいなね。このでかい方のね、方はあの少林寺のお兄ちゃんかみたいな。でもなんか目が3つあるぜみたいな。あと顔色悪いちっちゃい子もいるし、またちっちゃい子いるしっていうメンバーだからな、こっちは。これどうなん、あと1枚は手に入るような。ウーロンいらねえから使おうぜ。そっか、スカウターもいらねえんだよな。あー、ここ敵、どうなんなんすかこれ。こうなっちゃうもんなの。3枚目いいね。3枚目の神仙人最高。正しい、分かってるな、さすが神仙人。あ、頻繁に入るとこうなっちゃうよってことだね。そういうことですか。天津飯で3で多分いけると思うんだよな。チャオズも1000いきましたね。ヤムチャでシナモン落とせるかどうか問題。あ、そうか、こっち5人6人いるのにカードが5枚しかねえから、5人最高でも5人しか倒せないのか。なんかこれってって感じしません？6人5枚しかカードない、でも向こうは6人攻撃してくるよ。この感覚共感していただけるかな。なんかなーっていう。別に相手ずるくないですよ、もちろんずるくないと。他のゲームやってればね、別に敵もっと複数8体とかいるし、ずるくないずるくない。でもこっちが5人5枚しか攻撃できない。なんかちょっと違うなと。なんかちょっとちげえなっていう。そんな感じがする。あ、ちなみに今回の動画では、もう14分超えるぐらいいきなり話すけど、緑のやついたところ、ピッコロじゃない方の緑。あそこには行きたいかなと思ってます。あのボスが3体いたとしても、まあこうやってちょっとずつは上げてるので、おそらく大丈夫かなと、大丈夫だろうということで。大丈夫、 HP もねみんな上がってきてるんで、まあでも5枚でも十分か。5回攻撃っつうか5人の攻撃。まあ散々ね2人で戦ってきましたから、それぞれ。それに比べたらもう全然ですわ。
ット Z の必殺技最強ですね。まさにもう遊戯王で言ったらブルーアイズホワイトドラゴンですよ。あのブルーアイズホワイトドラゴンが最強だと思ってる世代だからね。その後は知らんと。もうブルマとウーロン手に入れた。そうするとここでもうカード手に入んないんじゃないのかな。いや尻尾これ欲しいもんな。だってこれはちょっと譲れないっすよ。よし、で下だったんだよね。で下選んだらハズレだったから、月だったから、ここそうだよ、逃げろ逃げろ、黒焦げだぞ、逃げなきゃ。マジかよ。もう占いババアをね、もう殴りたくなってくるっていうね。1枚目ね、2枚目はどうでもいいっていう。はあ、もうもう張り手で殴りたい。でこの2人さ、絶対外れない？外れる確率高くありません？今の2人厳しいよね。攻撃力と守備力上げるのそんなに厳しいですかと。お、よし。ただカードを占い場はいらないんすよね。手に入れてから言うっていうね。ブルマ、まあ、ブルマ使っとく。多分もう手に入アイテムがねいっぱいなので手に入んないと思うんですよ。Z を使うっていうね、もう神を冒涜する行為ですよね。おい黒い人、当ててるんじゃねえよ。これどうなってんすか。当てやすいのとかある？もしかして。だいぶ回復したな。だいぶ回復したわ。ピッコロ、マップのピッコロも怒ってるよね、これ。何してんだと。さっさといかんかと。もう、これは切れていいレベルですよ。ピッコロといえども。ねえ。どうせ2体で倒せないんだったら、こうでいいか。ガーリックか。ガーリックどうでしょうかね。ガーリックって何者なのっていう。あれって映画じゃないですよね。テレビスペシャルみたいなやつで見た感じがする。そうですよね。あのでっかくなるやつ、でっかくっつってもまあドンキーコングを3倍ぐらいにしたぐらいの大きさですけど、テレビスペシャルだと思うんですよね。あの映画はね、なんか人並み弱ぐらいに行った記憶があるんですよね。ドラゴンボール、なんだろう、初めて見に行ったたのとか何だったんだろう。皆さん自分で覚えてます？初めて見たを略して初めて見たドラゴンボールの映画なんだろうな。いつぐらいの時期だろう。まあ確かにドラゴンボール世代ではあるんですけど、あのね、自分が小学生の頃物心ついた時、
にすでにもう20コミック、初期のコミックね、初期のコミックで25、6巻ぐらいまで発売されてましたね。結構発売されてるんですよ。うん、結構なもんでしょう。そう、結構なもんなんですよ。確か28巻がトランクスが出てくるか出てこないか、あの茶色のジャケットだったと思うんですよね。あの亀仙人がなんか自転車みたいなやつ漕いでるやつ、あれが多分28巻前後で、26巻27巻でフリーザーを倒してスーパーサイヤ人になってっていうところで、え、これからフリーザー終わったけどどうなんのって言って28になっていくみたいな。でそれのちょっと手前、24、5巻ぐらいが多分出てたと思う、物心ついた時ぐらいに。でそこから28巻で、28巻を買い始めたんですよ、コミックを。でまあそこから新しくコミック発売するたびに買っていったと。あ、そう、ジャンプは読んでなかったんですね。ジャンプは読まずにコミック派、お金がなかったんでね、ドラゴンボールだけの後から発売されるコミックね、買ってた。そう、そのぐらいの時期です、私は。だ、映画としてまあ記憶に残ってんのはメタルクーラーかな。あれを友達と見に行きましたね。見に行きました。あの丘みたいなね、男子大の丘じゃないけど、丘みたいなところから無限のメタルクーラーがブワーって出てくる、あの絶望ね、あれはすごかったですよね。そうか、あれは2人悟空とベジータがスーパーサイヤ人になってたから、まあその後ぐらい、フリーザが終わったあたりぐらいですよね。そうか、そのぐらいか。あとはブロリーの映画、一番最初にブロリーが伝説のスーパーサイヤ人ってやつでしたっけ、タイトル。それで見たか。それでしたね。それとか、あとドクタースタンプとなんかついてたやつとか、それがメタルクーラーか。なんか3本セットとかでしたよね、映画。なんかドラゴンボールメインで他になんかあってみたいな。なんかちょっと思い出してきた。なんか3つぐらいあってみたいな、見れるみたいなね。で学校行く途中、登校、小学生で登校途中でなんかちょっと安くなるチケットをもらってた記憶があります。あれって全国一律で配られてたのかな、なんかありましたよね、そんな。まあ、と言いつつなんか30分経っちゃうんですけど、全然尻尾手に入んないっすね、これ。どうしようもこうしようもねえか。じゃあ止まってボス行きます。まあどんなもんかという。でそう、何の話かだっつったら、ガーリックが何なのかっていう話。多分あれは映画じゃなくてテレビスペシャルだったと思います。まあテレビスペシャルって何ぞやっていう、私の中で、あのバーダックとかのやつ、ちょっと分かりにくいっすよね。ちょっとそれしか言え、バーダック、あとはバーダックのやつしかちょっと例えようがないかな。分かってくれますよね。はい、ここまで見てくれてる方はもう私のこと分かってくれてると信じたい。バーダックのやつとかがテレビスペシャルです。
これプレイした人さ、みんなちょっとご飯邪魔だなって、ご飯邪魔じゃないっすかって、あーでも必要か、こうやってちょっとエネルギー派部隊大事だな、ご飯大事、邪魔じゃなかった、あの BP あ、いや BE 普通の通常 RPG でいうと MP ですよ、これ保存のために必要だわ。適当な必殺はご飯に使わせるっていうね、これ大事だわ。なんかブツクサさっきね、5枚しか使えないのおかしくねとか言ったけども、大事だった、大事だったね、大事だわ。ちょ待って、ね、ちょ待って、ね、あのね、1とか2とかあったんで一気に行きたい。あのボス戦行くって言いましたけど、全部倒すとは言ってないですからね、ここは多分大丈夫だと思うんすよね。あ、そっか、あの通常のシュミュレーション RPGと違ってここ手前でいいのか、重ならなくていいんだ。あ、来た、何生姜焼きと、あーそういうことね、こっから酒通すわけには、突然ジンジャーが現れた、ニッキー、あ、ニッキー懐かしい、そうだニッキーだ、のど飴、今度こそ死んでもらうわよ、のど飴、山椒、うな重、あーうな重の山椒の実ってことがね、のこのこと殺されに来やがってと、山椒の粉の開けにくさ、あのベッタベタになっちゃうやつね、あれ無傷であのタレとか開けた人見たことないですからね。これどうしましょうかね、山椒最後でいいっすよね、あいつな HP 高えから、あやべえ必殺ないっすねこれ。まとりあえずどんなもんかっていうのをね、ニッキー一番弱そうだよな、こいつから落とすか、とりあえずとりあえずとりあえずばっかだよねさっきから。こうこうもうこれ、あ違う違う違うよ、何お前、やヤムちゃんお前何使ってんだ、チャオズ様だろ、チャオズ様に使わせろ、これだよこれ。まあそこそこ、あれ大丈夫でしょう、これ食らっても多分これ食らわないでしょ、もう Z だし一桁じゃないですか、まあ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 ほぼ一桁、死者誤入したら一桁だから、これも1だし、あちょっとこれはまあ攻撃か、天津飯さんはやってくれるよなかなか、あ13かで、余裕、超余裕、超余裕。あ、1500だったもんね。あの、ジンジャーが。もう大丈夫や。銃食らってんな。銃食らってんな。ああ、まあまあまあだな。なんかちょっと、腰軽いノリできたけど、なかなかどうしてだな、これ。いくっしょ結構、いやこれ一旦で日記、あ終わんねえか、さすがに一旦で終わるかと思ってたんですけど、そうか冷静に考えたら終わんねえよな、こんな冷静に考えたら終わるわけねえわ、一旦占いババ使いましょう、これもうピッコロさんですよ、もうピッコロさんもう呼んでると、マーカン工作法が俺を呼んでいると、いやご飯じゃないご飯じゃない、ご飯はね、あもう超過保護に育てていかないとね、クリリンの方が強いの、こうヤムチャはこれでこう、もう完全にニッキー狙いで落とす、大丈夫、いっても100だから、いっても100、あーいか、全然超余裕超余裕、
100くらってももう余裕のあれですからね。もう日記終わったんじゃないですか、このターン。ピッコロさんのマガン光殺砲で。そんなに HP も高くなかったはず。なんせあん時のクリリンとヤムチャで倒したから。単純に考えたら絶対勝てるんですよ。ね、絶対勝てる。で、ただこの3体が終わったらやっぱりガーリックってことでしょうね。次はまた逃げるのかな、この3人は。この3人逃げてガーリックと組んだらちょっとなかなか厄介ですよ、これ。まあそうか、よし来た。これ250、225か。どうする、これでいいのかね。ピッコロじゃなくてもいいっていうね。ピッコロじゃないやつが必殺技使えるっていう、その素晴らしさよ。とりあえずピッコロさん、ちょっと他のやつ叩き込んどこうか。天津飯行くか。あ、死の研究、これで終わりだな。これで終わりと。で、チャオズ一応入れとく。これで OK でしょう。ピッコルの BE を余すことなく使う。こんなどうでもいい。ね、あの時のボス戦でかわされたら結構きつかったけど、今は別に単なる通常攻撃ですからと。必殺技ってかわされることあんのかな。どうなんでしょう。ニッキー、まあでもこれ初めてですよね、指針の研究方法は。たださ、この指針の研究方法っつってるけど、4分の1にしたからあんま変わんないと思うんですよね。威力は気候法4発分なのかな。どうなんだろうね。で、ニッキーはもう終わるんで。おお、おお、ほら、食らってもまだ、まだこんだけあるから。そうしたら、もうニッキー落ちるの確定なんで。ていうか、この並び、さっきと一緒じゃねえ、このカードの並び。まあいいや、はい。では動画の移動をお願いします。まあ次回こいつらを倒して、もうちょっと上のマップ見て、まあガーリックどのぐらいの強さなのか予想しつつ進めてまいりたいと思います。